い、どうもチャースレヨシグです。本日の動画は、最近ね、日常生活を送ってるとね、なんかこう、あ、俺今なんか忘れてるな、なんか俺の人生欠けてるなって思う時があるんですよ。まあ、これどっかの動画で同じくだりしたような気がするんですけど、まあ、それは置いといて、あ、なんか忘れてんなーってなった時に、頭の中でね、声がだんだんと響いてきたんですよね。はい、ということで本日の動画、松永でございます。皆さん、お前らカード初期にこのキャラつえつえつってこぞって乗ってたじゃん。動画投稿者もなんかさ、松永2000最上位だろ、なんだろうな、怒りざる。お前、サムネ2000最上位って書いてたよな、このキャラ。俺覚えてるぞ。なんでこのキャラこんなに使われなくなっちゃったんだろうなと思いまして。てかね、最近さ、その2000コスト、なんか隠れ強キャラいねえかなって、いろいろね、探してたんですよ。まあキマリスとかね、アマツが乗ったくだりはそういう理由なんですけど、まあその過程でね、こうランク表をパーって見てた時に、あれ、本来上の方にいたはずのキャラ1キャラいねえなと思って、なんだろうなと思って、下のランク表下の方にね、パーってやってたら、あれ、なんだこいつだとそう、こいつね、下方すら来てないのに、なんでこんなに評価下がったんだろうなと思いまして、まあ今回自分で乗ってきました。ちなみにコンセプトとしては、まあ覚醒が S 角なんで、さっきやってたね、謎の松永ムーブ滑りくれな、吠えながらこっちに滑ってくる松永ムーブをね、ちょっとやりたいなという、まあそういうコンセプトのもと撮ってきました。なんでこのキャラ、別にさ、まあこのゲーム、まあ実弾は確かにそれなりにデメリットあるんですけど、このゲーム、ただなんか別に黒部が特別実弾めちゃめちゃ弱いっていうゲーム性でもないから、なんでお前らかわいそうじゃん。松永吠えてるぞ、お前らの心の中で。相手に試合見ていきましょう。なんだこの動画そう、この日ね、松永をたくさん乗ってて気づいたことが一つあったんですけど、こいつまだ黒部でも吠えるんすね。マキオンの時にやった松永の代名詞と言っても過言ではない雄たけびあったじゃないですか。俺あれ、できるエクバ2で新キャラ追加として来た時になくなっちゃったとね、思ってたんですけど、時々ね、なんかバレねえようにちょっとこいつ吠えるんすよ。プレッシャーとかもらうと結構露骨に吠えるんですけど、なんかまあマキオンみたいなあんな綺麗なビブラートの絵聞かせながら吠えるわけではないんですけど、たまーにね、ちょっと控えめに、わっ、うわーぐらいで吠えるんですよね。これ俺、新発見でびっくりしちゃいました。まあなんか、このボイスはね、ちょっとね、このボイスなくして松永語れないんで、ちょっとこれからも残しておいてほしいなってのはありますね。いや、なんならなんか、ビシャスみたいにね、松永が吠えてプレッシャーみたいな、松永ローの追加待っております。まあそんなん出るわけないんですけど。はい、じゃあ2戦目見ていきましょう。対戦相手がエピオンとジャスティスということで、まあエピオンみたいな格闘機相手は割と先行弾の迎撃さったりするのかな。このキャラ結構ね、迎撃は強かったりするんですけども、フリムキャミキャンもね、あるんで今作追加の。ただね、結構この中距離で当てる球っていうのが、まあクラッカーの曲げ打ちと、あとは普通のバズーカかな、ここら辺しかないから、ちょっとそこら辺でね、中距離のダメージが取りにくいなと思った。近距離はね、先行弾があるんで結構いい感じなんですけど、まあただやっぱアシストは結構強いっすね。うん、まあ、あとあれだ、そう、このキャラね、乗ってね、ちょっとあれだったのが、クラッカーがね、まあ多分マキオンとかに比べると全然性能いいんですけど、ただやっぱなんか曲げる方向ね、読んで狙ってもそれでも当たんない時結構あったりするから、外した時は結構やっぱリスクあるんで、まあそこら辺で難しいな、ダメージ取りにくいなってのは思ったりしましたね。さあ、といった感じで S 覚醒溜まってるんで、まあ距離詰められた最悪のね、伝説の松永ムーブでどうにかしていきましょう。さあ、ここは松永ムーブしていきましょう。とりあえず青瀬をいっぱい使いながら、深くのエピオンをしっかりさばいていく。なんかね、動きがね、もうすごいよね。これシュールそのものですね。さあ、しっかり S 覚ムーブでさばいていきながら、てか411で溜まってたの結構偉いですね。さあ、2000っていう都合上、まあちょっと陣落ちできてないのがあれなんで、まあ最悪もう一回相方にコスト渡してもいいかなーっていう感じですね。さあ、だからここはついでのように切られて、確かここね、俺覚えてんだよな、なんかここら辺で吠えてた気がするんだよな。で、なんか俺が、うわーじゃねえよこいつみたいなことを言ってた記憶があります。さあ、といったんで、部分は避けていたんですけど、左からエピオンが来ていた、さようなら松永、さあ、まあ覚醒は溜まってるんで、ここからしっかり仕返していきましょう。さあ、これはジャスティスに入っていくんですかね。さあ、滑りながら、ブン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 弾をばらまいていきたいんですが、とりあえずここは一回エピオン、あな、わー何やってんだこいつ。さあ、隣が死に物グレーで逃げてるんで、ちょっと早めにも、ほんと早めにエピオンをね、落としていきたいんですけど、見てください。松永無視されるとめちゃめちゃきついんですね。これこんな感じで。
さあ、松永、必死こいてエビオのケツを追いかけ回して、ここで先行弾がヒットして試合終了っすね。といった感じの2試合目でした。松永なぁ、無視された時がなぁ、ちょっときついんだよなぁ、こいつ。じゃあ3試合見ていきましょう。松永な、割と真剣に、なんでこんなに評価下がったんだろうなって考えた時に、一時さ、ジャスティスとかバンシー、あとはオーベロンみたいな、立て続けに2-5が強い環境ってのがね、クロスブースト一時期ずっと続いてたんですけど、もしかしたらそれの影響だったりするのかなってのは思ったりするのと、あとは2000コストってこのゲーム結構尖って強いキャラが多いんで、まあ一時期のアルケインとか、あとは、まあスターゲイザー、コレンカップル、まあ結構数えたら切れないですけど、イージスとか、結構強いキャラいたんですけど、その中だと松永って結構まあ正統派に強いっていう感じの評価だったから、まあそこら辺で2000は尖ってた方がいいよねっていう感じのあれがあったのかもしれない、わかんねえけど。はい、といったので、じゃあ3試合目見ていきましょう。対戦相手がジャスティスとユニコーンということで、サゴは置き攻め先行弾で動かしていって、隣のコタングにクラッカーを当てていく。綺麗ですね。さあ、ユニコーンにちょっと寄られてるんで、ここは下がっていきたいが、エスカグマグナムさすがに強い。さあ、一度ちょっと相方にヘッドを貯めていきたかったが、ちょっとこちら一度耐えられず、S 覚醒割っていって、まあ、S 覚中はこのキャラね、割とマジで結構強いんで、さあ、この、ムーブをしていきましょう。弾が当たんねえんだな、結構な、これ。さあ、一度ここは逃げていきたいんですけど、どこから来たんだい、君の名前は誰なんだい。さあ、ジャスティスの方にちょっと仕返し気味に動いていくんですけど、なんかまたコタングにね、今弾当たったような気がするんですけど、まあ、気にしないでいきましょう。さあ、ユニコーンの NTD に追われるのはさすがに酷な話というものなので、ここはちょっと距離を取っていきましょう。ただちょっと相方もやばそうなんで、少し助けてあげたい。さあ、これはさすがにきついかと思ったんですけど、アメキャンの挙動が優秀。てかアシストはね、めっちゃ強かった。アシストに関してはバズーカ3連射ね、お互いがまあ合計6連射か、2連射ずつだから、これねマジでめちゃめちゃ頼りがいありましたね。さあ、といった感じで、バズーカとかいろいろやっていきつつ、ここは、おー、なんか連れてった。はい、といった感じの3試合目でした。なんじゃこれ。じゃあ、本日ラスト見ていきましょう。はい、じゃあ本日ラスト見ていきましょう。対戦相手が、ハルートとゼロマルということで、危ないさあ、しっかり立てしていくと、今当たったらまた吠えてましたね。さあ、まあ、ゼロマルみたいなね、ああいう結構、弾消す相手には、このキャラきついというか、あと、あれか、スーパーマーキャラに対してもこのキャラね、結構先行弾がね、やっぱ肝になってくるんで、そこら辺をね、抜けてきちゃう相手には割と厳しかったりするんですよね、キャラ相性が。なんで、ちょっと強化は、まあ、隣のグフイグ、伝説のアゴさんに任せていきたいですね。あいついつになったら PM 戻すんだ。さあ、といったんで、ここはちょっと今のアシスト惜しかったけど、まあ、あれはさすがにしょうがないな。さあ、一度風魔シルケに取られてしまって、カプセルとかいろいろ飛んできてる。まずい、ゼロマルと見合いたくねえ。さあ、見合いたくない一心で距離を取っていきながら、ここでゼロマルがね、一応強化を終わったんで、ここは仕返しと言わんばっかりに距離を詰めていきましょう。さあ、ゼロマルの生地はしっかり曲げクラッカーで取っていったんですが、まあ、ちょっといろいろ噛み合わず。さあ、バズーカとか流していきつつ、ちょっとハルートに爆弾の攻撃されちゃうとめんどくさいんで、ここは一回狙っていきたいが、なかなか取れないですね。松永、まあ、別に機動力がいいわけではないので、そういったレールもちょっと敵を追いにくいっていうのはネックだったりします。さあ、ここは先行弾当たるかと思ったが、ギリギリ当たらず、なんか S 角の格技キャンセルが暴発しているような気がする。さらが、なんかいろいろあって、下派生でしっかり落とし切っていくと。さあ、ハルートにやっぱ思惑通り爆弾の声されちゃってて、あれやっぱね、マルートまで行っちゃうとさらに追いにくくなっちゃうんで、できればどっかで減らしたい感じはあるが、さあ、クラッカーの弾が結構、あれっすね、判定広めっすね。さあ、相方がメシでプチプチ違う。ムチでペチペチだ。なんか今エラーが起きたな。さあ、ムチでペチペチしてるんで、こちらをしっかりピッカリしていきながら、そう、今のね、しっかりスター性からサブキャンセルがあるんで、それで落とし切っていくと。さあ、ゼロマルのね、強化の動きだけ警戒しながら、ハルートに距離を詰めていきたいが、ちょっとシザビだったり、ミサイルだったりで、まあ、ブースト吐き出しながら行かないといけないのがめんどくさいところではある。さあ、だが、強えんだな、これマジで。先行弾。さあ、そのまま置き攻めの流れも、ピカッと光って試合終了っすね。この武装はマジ正真正銘の強武装だ。はい、って感じで今回、松永の動画でした。いかがだったでしょうか。皆さん、たまには忘れないであげてください。たまには吠えてあげてください、このキャラで。ね、逃げ行きましょう。最近のトレンドなんならこっちのグフィグなんだよな。
はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか、松永。ねえ、このキャラ、本当に謎よね。なんか前に村門が取り上げたような気がするけど、本当にそうなんよな。なんでこのキャラ評価下がったんだろうっていう、不思議でしょうがない。はい、じゃあ、ご視聴ありがとうございました。次回の動画も楽しみに。バイバイ。